寒いですね。もう外はすごい空気乾燥していて、皆さん喉や目が痛いんじゃないんでしょうか。私もね、朝いつも起きるとね、乾燥機つければよかったなって思いながら起きるんですけれども、実はこの乾燥ですね、私たちの喉や目に悪いだけではないんですね。実は放っておくともっと怖いことになるんですよ。よくね、この季節車を運転してたりすると、あの車を降りて、あのこうドアノブ座るじゃないですか。でまた乗るときにこう鍵を入れようかなと思ったときにこうバチッってなる、あの嫌な瞬間ありますよね。まあちょっと私車を運転しないで自転車だけなんで、ちょっとそれがあまりよくわからないんですけれども、昔よくね、父親と一緒に車に乗せてもらってた時にバチッてなるのが嫌で、まず手の甲を当ててから指先で触るっていうことをやってたんですけれども、まあね、手の甲でも指先でも痛いもんは痛いんですね。そう、静電気なんです。まあ皆さん静電気ぐらい大したことないんじゃないかなと思うと思うんですよね。静電気じゃ死なないよとか。でもね、実はこの静電気が放っておくと頭痛や肩こり、またね、こうなんか知らないけど最近イライラするなと、そういう原因にもつながるんですね。でさらにひどい場合はですね、静電気で火事が起こっちゃったりとかするんですけれども、怖いこの静電気。さあ今日はこの静電気を空中放電してくれる商品を紹介していただきます。今年で創業88年目、株式会社アクセサリー丸高の会長、直井浩一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきね、あのね、浩一郎さんね、会長、あのちょっととか言ってて、こうもう準備満タンだったんですけれども、どうですか、今日の商品はどんな商品でしょうか。そうですね、はい、今ここに蛍光細かくしちゃう。もう時期いっちゃいますか。あの、会長、もういっちゃいますか。はい、あのですね、会長が実はですね、今日スタジオの方でリスナーさんにはちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、静電気が起こっているのを一瞬にして、その静電気をなくす瞬間っていうのを見せてくれるそうなんですよ。でね、そのなくしてくれるのが会長の会社の方で作っているストラップなんですけれども、はい、じゃあ大丈夫です、会長、準備をお願いいたします。はい、今会長が一生懸命こすってこすって静電気起こしました。はい、毛の上に置きました。あ、ふわふわの毛糸が、もうちょっとこすってください、会長。ふわふわの毛糸が机の上にありまして、それをくっつけるんですね。ちょっとね、スタジオはね、スタジオ湿気バッチリですね。あったかいからね、ちょっと静電気は起きづらいですね。そうですね、あの会長、脇に挟んでゴシゴシやったりすると意外といけるんですけれども、どうでしょうかね。これをね、つきましたね。はい、これをこうやると、落ちちゃう。剥がれてってますね。剥がれちゃうんですね。今下敷きをコシコシしたのをですね、ふわふわの毛糸の上に置いて、ふわふわの毛糸が下敷きにつきますよね。こう髪の毛よくやりましたね、ちっちゃな子に小学校で。あれをですね、こう上にその放電してくれるストラップを当てることによりまして、その毛糸がポロポロポロって下に落ちてっちゃうんですよ。もうその瞬間に取れていくんですね。このなんで取れていくんですかね、会長。とにかくね、とにかくこれは除電のね、あの繊維なんですけどもね、はい、大体ね、2万からね、6万ボルトぐらい体に静電気が背負ってたんですよ。2万から6万も入ってるんですか。6万以上って言われてますけどね、はい、ですからよくその鍵に触ってね、このバチッてチッてくる、先ほどおっしゃいましたけど、この、はい、手のひらでちょっとね、はい、そういうふうに先にやるといいですね。そうですね、あんまり指先とかね、はい、そういうんですときますね。そのピンポイントで触るとビリッときてしまって、うん、で手のひらとかこう、うん、表面積が大きいところで触るとまだ、うん、まだどうにか、まだ大丈夫ですね。ただそうであってもね、はい、またその瞬間からまた2万6万が背負ってくるんですよ。あ、背負ってきてしまうんですか、うん、でそういう時に、はい、これを常にね、はい、そちらのストラップ持ってますと、はい、常に除電してますからね。あ、そんな常にこう必要のないものを出ましたやつ、いいですね。まあ優れものですけどね。あ、優れもの、今週の優れものですからね。こちらのストラップなんですけれども、まあ、雰囲気的にはですね、あの紐があのキーチェーンにぶる下がっているような形になっているんですが、こう静電気をね、あの取ってくれるグッズっていうのも、まあ、他にもいくつかあるとは思うんですけれども、どうしてもこうアニメキャラクターがついていたりだとか、もうちょっとね、可愛らしいものが多いと思うんですよ。で、この丸高の商品はですね、あの紐状になってますので、こう
そのなんかこう触るところにですね、車のそのドアノブとかにその紐の部分をひょっと当ててもらったりすれば、そうですね、電気がシュッと一瞬して、はいはい、あとプレスもありますしね、プレスでも、プレスもありますから、はい、タイスをつけていることが助電してますからね、いいですよね。このちょっと動けばね、またすぐに静電気が加わっちゃいますから、摩擦でですか、摩擦で。じゃあ会長が今日着ているそのセーターとかもそうですね、脇の部分擦れますもんね、歩いていれば。そうですね、そういったことかも。どんどん背負ってきて、はい、しかもこのコンクリート歩いてますからね、はい、なかなかこうアースって言いますかね、はい、うん、電球は逃げないですね、うん、その裸足が出てないですからね、裸足が出てないからね。どうしてその人がこの2万から6万ボルトを体に溜まってしまうと、うん、体に良くない影響が出てくるんですか。もう人それぞれね、はい、いろんな弱い部分があると思いますよ。そうですね、お腹が弱い、ね、お腹の異常がある人とかね、はい、だからそういう悪いところに出やすいですね。あ、そうなんですか。静電気を溜めますとね、はい、その頭痛だとか肩こり、また腰痛、あとお腹を壊してしまっている方とか、そういった方の健康法としてその助電健康法っていうのがあるんですよね、はい、新しいですね。常にやっぱり、はい、この11月から3月ぐらいまでですけどね、この間はやっぱり気をつけた方がいいと思いますね。一番怖い時期ですよね。そうですね、皆さん多分この時期って頭が痛かったりとかお腹が痛いって、そういうことが起こると寒いからだって思いがちじゃないですか、実は多分に静電気の影響がありますね。そうですよね、はいはい、体の中にそんだけ電気を溜め込んでいると、あのですね、ガソリンスタンドで、はい、給油をするときに、今お値段が安いんでセルフで給油するスタンドも増えてきましたよね、はいはい、ああいったところでその私たちの持っている電気、静電気が、はい、そのガソリンというものとこう一緒にマッチングしてしまいまして爆発を起こすという事故もありましたよね、はいはい、よく聞きますですね。よく聞きますか、はい、これも怖いですよね。怖いですね。海外ではね、そういって爆死してしまった方もいらっしゃるそうなんで、はい、どうなんでしょう。本当にね、ショック死する人も、聞いてますよね。そのぐらい強い電流が体の中に残っちゃうんですか。そうですね、その人によって違いますし、はい、着てるものによって違うんですね。あ、お洋服の繊維によって、それから履いてるものによってもね。そうなんですか。それらを私たちがこう常に電気というものを離していくということを、はい、例えば手を洗ったりしてね、離すことも多少できるとは思うんですが、はい、それでもまたどんどん溜まってきますからね。また歩けばね、歩けばからね、うん、そうですよね、はい、こういうアクセサリーなどを身につけていただいて、少しでも放電、常に放電するということが、ね、その2万から6万ボルトに行かないように、行かないように、2万以下になるように、そうです、そうです、なるほど、それがこちらのストラップさん、そうですね、なんですね、はい、まあ、紐状でとても使いやすいですよね、男の方とか身につけやすいんじゃないですかね。そうですね、鍵つけてきますとね、あ、そうですね、鍵かけるときというときが一番怖いですからね、自動車に乗るときはね、これでちょっと触れば大丈夫ですね。そうなんですよ、先ほど本当に一瞬にして静電気がパラパラパラってなくなったので、あ、こういうのって実験で見たことないですけど本当に効くんだなって失礼ながら思ってしまいました。私も驚いたんですけどね、88年目という創業株式会社アクセサリー丸高さん、他にもアクセサリーをたくさん作られていまして、もう一個ストラップなんですけれども、はい、こちらは大変有名な YKK という、はい、タイアップしましたね。チャックでしたっけ、ファスナー、ファスナーです、ファスナーの YKK の有名なタイアップした商品となっております。これストラップなんですけれども、ストラップにファスナーが、カラフルなファスナーがついててですね、こう上下運動ができるんですけれども、これね、非常に売れますね。これ日本製って書いてありますけれども、これ外国の方とても喜ばれると思いますよ。そうですね、外国じゃできないですね。あ、そうなんですか、やっぱりこのファスナーは世界一ですよ、この YKK はね。そうですね、そう思います。それで作ったんですけど、はい、この衣装はね、実用品はうちで撮ったんです。あ、そうなんですか、じゃあ同じようなものは ここでしかもう作れないというものですね。お互いにタイアップしましたね、はい、こちらは、羽田空港とか成田空港の方で、そうですね、このショップが、会社のショップがあるところで聞いてますね。そうなんですか、はい、で先ほどの、ね、静電気除去してくれるストラップ、はいはい、これも、東急ハンズさんとかそういったところでも売られてますかね。これは今はね、今はですからですね、
ジャパンブレイズさんに、はい、お聞きになったら分かると思います。そうですね、JGP さんの方で海外向けにももちろん販売してはいるんですけれども、そちらのジャパニーズブレイズの方で調べていただいて欲しいって方は、はい、メールでもいただければいくらでも丁寧にお答えしますということですね。はい、そうですね。こういった製品をね、日本の特有の持っているものを海外に向けて発信する、まさにね、ジャパニーズグレイツができる技だと思っております。はい、今週の優れものは静電気を除去してくれるストラップと日本 YKK のファスナーのストラップでした。はい、88年目おめでとうございます。今日はありがとうございました。直井浩一郎さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。